PS4 版の方は、まあ、タタタさんとハニープトさんですかね。あ、違う。いや、合ってんのか。どんだけわちゃわちゃしてんの、これ。やれるのか。あ、俺が並んでる、これ、もしかして。これ以上ないぐらいワチャワチャしてる。さあ、という感じで、じゃあ大会の方始めていきますよ。PS4 版がタタタさんとハニーポットさんで、ちょっと待って。これさ、スチーム版で大会対戦してる人ってさ、果たして本当に大会参加者なのか？どうなの？違うんじゃないか説をしたい。違うんじゃないか説がある。これ実況できるんですか？できます。暴走アルクが画面端へバースト読んで、まだ入る。一覧の目取ったのはハニーさん。待って待って、スチーム版さ、本当に参加者なのか確認しようぜ。いや、これみんな名前があれだから分かんないだけで、実は大丈夫なのかもしんねえ。という感じで、スチームの方は、マジックプディングさんの勝ちかな。でもマジックプディングさんの対戦じゃないんだよな、まだな。このアイウィッシュレンハーズってさ、誰これ誰。これまさかステラさんなの、これ。とりあえず、YMG さんと、琥珀さんの語尾にっこり笑顔さんがスチーム版の対戦なんだけど、みんな名前が違うから分かんないんだよな。 YMG さんって誰、いなくて、そのマジックプディングさんがこうレディを押し続けてるんですけど、違う説がある。そして俺が来てしまったが、俺でもない気がする。みんな合っているかい。しかし、そして俺がパスができないっていうね、どういう状態なの。みんな名前揃えてくんね。で、PS4 版の方が、can't pass. Me too. PS4 版の方が、ちょっと決着がついた方は、記入していただけると。で、1回戦第2試合が、ベジターさんとキサラギさんですかね。ベジターさんとキサラギさんが1回戦第2試合 PS4 版。なんかこれみんなオートパスで待ってるからパスできないんだよ。いなくない？失格にしていい？ YMG さん、 YMG さんさ、山木さんいる？山木さんがね、いないんだよ。山木さんがいなくて、大会が進みません。ので、
いない扱いでいいですね。じゃあ、部屋ね。部屋確かに出てないのか。部屋ですね。パス1006です。1006で建てております。山木さん、パスワード1006で入ってもらえると、そして PS4 の方はあれ大会始めれない、キサラギさんがいない、ベジターさんとキサラギさんの対戦なんだけどいない、ベジターさんはいるんだけど、キサラギさんがいない。いや、キサラギさんなのか、これ。合ってるなら始めちゃってください。で、ゼロ回戦、山木さんとステラさんの方は、準備できたら始めちゃってください。待っていて、すぐに。ようやく大会が回り始めた。回ってないけど。さっきのさ、タタタさんと、ハニーさんの対戦ってどっち勝った？完全に見落とした。ハニーさん、よし、ハニーさん勝ちで進めます。もしかしてこれ、俺が入力しないとできないタイプ？さあ、スチーム版の方は、ブログの方、買ってますね。一体誰が出来になってしまうのか。YMG さんですね。山賀さん的な YMG さんが押している。あ、ハニーさん勝ち。了解です。さあ、PS4 版の方は、ボス歩く同キャラ戦なんですが、ビシビシ投げて、先に取ったのはベジスターさん。この試合暴走アルクが勝つ、確実に。でスチーム版の方は、これ一気にいった、一気にいった、グローブが一気に勝ちましたね。もう結果を確定していきます。山木さんの勝利になります。おめでとうございます。スチーム版ですね。続いて、準決勝第一試合が、山木さん連投でマジックプディングさんが 2P です。 2P というか次になります。ベジスターさんが勝ってますね。じゃあマジックプディングさんと山木さんの方も対戦始めちゃってください。さあベジターさんが無事勝利ということで、先に進めつつ PS4 版は次がハニーさんと PEWSGGL さんですね。D ダスっていう ID の人いないっすね。そして俺が並んでしまうの本当に良くないんだな、これ。で、スチーム版の方なんですが、山木さんとマジカルプディングさんで対戦。これ、準決第一試合ですね。黒いワルク、キサラギさん。ありがとうございます。
なんですが、PS4 版のハニーさんとの相手、PEWSGGL さん、いる？いないよね、これ。いない説あるね。いないので、いや、いるよ。いるいるいる。あの、並んで並んでほしい。並ばないと俺どけないんだ、これ。いや、対戦前準備中になってるから。いや、俺が押せばいいだけか。ごめんごめんごめん。こうか。これでいけた。ごめんなさい。俺が並んでなかっただけだった。並んでただけだった。という感じで、ハニーさんと PEWSGGL さんの方で対戦始めちゃってほしいんですが、ハニーさん並んだね。じゃあ、この2人で PS4 版お願いします。俺がね、パス押せてませんでした。すいません。そして、スチーム版の方なんですが、さ先ほどの流れで、山木さんが強いんですが、1-1 ですね。まあ、どちら勝つかわからない。ちなみに、決勝はね、さすがに一大進行ですね。画面端グローブが攻めているに対して切り返していく。さあシールド返し、応酬があって、さあ体力が危なくなってきた。しかし PS4 版の方は、ボスアルクとシエルですけど、シエルが体力少ないですけどコンボ決めている。これは当たる？スチーム版がマジカルウディングさんが 2-1 で勝ち。いやー一気に行くかと思ったが、マジカルウディングさん勝ち、おめでとうございます。スチーム版の方は次が準決第2試合になります。赤月さんとのりしおさんの方で対戦お願いいたします。次試合なんですが部屋いっぱいで入れません。確かにね、ちょっと負けた方とかは抜けていただけると大変進行に助かります。さあ PS4 版の方は、先行してるのは CL 側ですね。さあこのまま行くと、いやしかしこれで1本取り返す。ハニーさんが1本取り返して 1-1。一方でスチーム版の方はのりしおさんじゃなくて赤月さんの式が先に P で勝ってる。かなり強い。確かにこの B ランクはね、こうデッキ一歩手前ですからね、かなりの強さを秘めていますよ。いや、いった。ハニーさんが最後イカリングうまく振って、2-1 で勝利。おめでとうございます。強。うまかったっすね。ありがとうございました。空気読める人は好き。さあ、PS4 版、続いての試合。カモネちゃんスキスキさんとスガリさんの対戦ですね。クロックルさんかな？クロックルさんとスガリさんの対戦になります。スガリさんは、ハヤセ M って ID なんでこの2人で合ってます。お願いします。そして、スチーム版は赤月さんの勝ち、おめでとうございます。
シキエ。懺悔タイム行っちゃう。オープンユアマジックサフト。ファイト。負けつけ。これノータイムで決勝行ったな。ノータイムで決勝行ったな。さあ決勝なんですが、決勝見ていくか。さすがに。あ、違う、間違った。決勝なんでちょっとアップで出すわね。さあスチーム版の決勝、赤月さんとマジカルスリングさんなんですが、ちょっとこれフルスクリーン表示になっております。やはり塔の式に対して、ロアの雷がかなりきつかったが、一気に近づいてダメットビートから投げる、ジャンプシーで中断、素晴らしいタク。I can't believe there is no Xbox lobby. I don't have Xbox. Sorry. さあそして、B スラからアップビートディレイをかけて投げまで行く。だし、これはムーンスキルだったが相殺して、だし相殺解放。アメハで 2CC から 6C 波動 B 2C からゲージも使って、マジカルプリングさんがかなりダメージを伸ばしている。ちょっと画面映ってないんですが、PS4 版は今のところ、クロウさんが1本取ってますが、早瀬さんが取り返しそうな雰囲気を出している。11赤月さんとマジカルクリングさんが、これは決勝戦にふさわしいバトルになっている。2CC からハード B、 2C から 6C、 ゲージを使ってマジカルプディングストロングスタイル。いやー、しかし赤月さんも負けたくない。これはラストワークなんじゃないか。ウィーン、あー、生きてる生きてる、ロア生きてるよ、くらえ、キン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 。いや、まだ、あるいは体力を回復できれば。見えた、ガードできない。という感じでスチーム版一気に来ましたが、見事初回で優勝したのは赤月さんの式となります。おめでとうございます。敵おめでとう、臭すぎるね。という感じで、Steam 版ちょっと早いんですが、あ、ちょっとごめんなさい、PS4 版は早瀬 M さんの勝利となります。早瀬 M さんの勝利となります。なんでちょっと待ってね、すがりさんの勝ちですね。さあちょっとスチーム版の方は一旦じゃあ、部屋は建てておくんですけど、メインの配信はこっちにしちゃいますね。で、PS4 版はベジターさんとアクトルカさんの対戦です。ベジターさん、あ、違う、合ってるよね。ベジターさんとアクトルカさん、合ってる。じゃあ、この二人で対戦の方、始めちゃって大丈夫かな？あれ、大丈夫？ですよね。じゃあ試合の方始めちゃってください。ちょっとすごい学習したわ。2つ同時進行無理、
無理だということが分かりました。スチーム版の結果発表になります。優勝、暁さん、おめでとうございます。準優勝、マジカルプディングさん、おめでとうございます。3位が同率で、YMG さん、山木さんと、のりしおさんになります。おめでとうございます。あ、コメントもありがとうございます、暁さん。いや、すごいいい感じでしたよ。強さが出てた。ちょっと、出てたが、次回はね、一個一個進めます。一個一個進めます。二個同時は不可能だということが分かりました。スイッチャーを買う前に一回試しておいてよかったわ。あ、ゲームになってない。失礼。これね、無理かもしんね。同時進行。学習しました、私。同時にはできない。ここにルームパスを出す必要はない。そうですね。今回の大会で一番きつかったのは、なんだろう、ID と名前が不一致で、トーナメントにログインしていない、結果がわからない、組み合わせが合ってるかどうかわからないっていうやり方が一番きついかな。これはどうにもならんな。PS4 版の方なんですが、これはアークドライブをしっかりシールドして、アルケードの劣化剣、アルケードの劣化剣なんて技はね、これは一気にいった。ベジスターさんが、ベジターさんか、ベジターさんが 2-1 で勝利、おめでとうございます。続いて2回戦第3試合、第4試合が、MUCC さんとデル・セイゴさんですね。D ・セイゴさんと、ID が何だろう。MU さん。だから、この2人で合ってそう。なんで、対戦の方始めちゃってください。いや、違うのかな。マミムメモさんって言った方がいいのか。MU さんがマミムメモさん。まあ、MUCC でいいかな。生意気な目しちゃって、この子の。へえ、懺悔タイムいっちゃう？オープンユアマジックサーキット。ファイト。あれに、レザーリーが僕は黙ったら。この死ねっての。さあ、これはノエル同キャラ戦なんですが、今しっかりしゃがんで相手の飛び込みを実は避けた形になっている。バージョン 1.04 から変更点、やられ音声の音量と頻度が下がった女ノエル。
みたいな音声の比率がちょっと減りましたね。ムーンドライブムーンスキル使えなかった。確かに。いや、そうなんだよ。ムーンドライブムーンスキル使いたいんだよね。あ、ザルボールさん、サブスクギフトありがとうございます。ありがとう。あ、はじめまして。YouTube の切り抜きから来ました。ありがとう。いつもですね、スチームで、やけくそに配信しております。スチームじゃないや、ツイッチでやけくそに配信しております。今、2プラットフォーム同時大会を開いたんですけど、不可能でしたね。不可能だということが分かりました。次からは1個ずつやります。不可能だということが分かった。いや、やってみねえとできるかどうか分かんねえだろ。あー、ラストアークで。いってー。さあ、すげーの入って、これは大きなアドバンテージとなっている。さあ、 MUCC さんもしかし少しずつ追いついている。これは確定している。危ない。いやー、最後は EX 国権でダルセグノさんが勝ち。なんて激しいバトルなんだ。2機種同時進行で大会運営をできらってやった結果できなかった。で、次が、ハニーさんとスガリさんなので、この二人で会ってそうですね。じゃあ対戦の方始めちゃってください。さあ、壇上ですね。これ準決ぐらいまで来ましたね。ブー様に楽しませてくれる？そう。お願い、ラストワークが決まってしまった。試合の方なんですが、肉壁魔導士さん、やばすぎる。名前がやばすぎる。ため立ち B はしっかり立ちガードしている。あ、ここでアークドライブ決めて、すがりさんがかなり優勢ですが、ここで解放が通るともう分かんないんですよね。コース歩く 4BC 当てたアークドライブで一発逆転って流れにしたかったんですが、さあ、ちょっと変わってきましたね。 2C 差し込み、4BC からダメージを伸ばして表裏、秋葉の攻めが止まらない。いやー、これはギリギリ当たらなかった。しっかり避けて芋虫、さあ、地近づいてくるボサルクに 2C など通常技をしっかり置いている秋葉側なんですが、これはジャンプ B が起き上がりに重っている。投げ、すごい。すがりさんがすごいペースで一気に置き攻めで倒しきった。二立てで勝利、おめでとうございます。
先に決勝に駒を進めたのが須田理さん。準決勝第2試合が、ベジターさんと、ダルセグノさんですね。なんで、この2人で会ってそう。なので試合の方始めちゃってください。アキハの置き攻めがすごい強かったっすね。しっかり空投げからハイジャンプで置き攻めしてましたからね。さあ一方でこの試合の方は、先ほどでかいラストアークを決めて先に進めていたノエルなんですが、ベジスターさんが BC シールドカウンターをしっかり使ったんですけども、シールド返しされて先に1本取ったのはベジターさん。ベジターさん、ジャンビー、ジャンベー、ジャンビー。さあボーサールクの空中戦強いんですが、ここで A パニッシュから画面端の置き攻め、空中黒剣。いやーこれは BC ムーンスキルなのでシール感の感覚確定。そしてこれ相殺しがち。C からラピッド B とビシビシ投げて、これはシールド会社読んでいたか。うまい。しかし BC シール感当たらず。さあ相手の技をしっかり見ている。着地下段からノエル側が1本取り返す。さあ1-1へ。ここで1-1なんですが、ゲージ状態としてはまたノエルが4ゲージあってちょっと怖いぞ。ゲージを使って玉抜けからコンボ伸ばしている形。まだ生きているか。ジャンプし、さあ解放して、これはタッチにアークドライブが噛み合った形で見事勝ったのは、日中勝ったのはベジターさん。いやーまたラストアーク行くんじゃないかとかいう雰囲気かなりあったんですが、さあそして決勝戦になりますね。さあいいバトルでした。最終戦が俺じゃねえんだよな。俺ではないですね。すがりさんとベジターさんの対戦になります。じゃあお互い準備できてそうなんで、試合の方始めちゃってください。よろしくお願いします。さあ決勝も変わらず一先なので注意してください。できているよね。オープンではマジックさ、行くわよ。まあ、休ませない。まず開幕中段から攻めていくボースアルクエイドを投げて、リバーサルムーンドライブでカンニングして相手の手を呼ぶ。ここは技を打って、おおすごい、画面端のラッシュが止まらない。ボスアルクエイドかなり温まっているか。すがりさんのこれはそうですね、解放で切り返してちょっと回復中、うまく技を当てて、これはさ投げて着地からなんかいろいろあって、シールドから BC シールガン。いやームーンドライブ中のムーンスキルが暴れまくっている。
2C2B から画面端空中投げ1段で締めてジャンプして、これは EX バイスカッツェで位置を入れ替えているが、またしても投げ、ここでシールド取ったので月が5本以上溜まった形、どう使う？西差し込み岩佐、さあ、これは先に1本取ってるベシタさんはどうやってこのラウンドを捨てるかどうかなんですが、さあ追いついてきましたね。いやー、これはすごいことになってきた。いやー、ラストワークに対して投げで一気に来ましたね。起き上がり投げを重ねて勝ったのはベジターさん。ベジターさんさすがです。という感じですね。見事、PS4 版の大会の方も終了いたしました。優勝がベジターさん、準優勝がスガリさん、で3位が、ダルセグノさんと、ハニーさんになります。皆さんご参加いただきありがとうございました。ありがとうございました。すごい、めちゃくちゃなペースで大会をやってしまった。優勝おめでとう。できんだ。いやーすごいですね。ちょっと待ってね。はい、まず、今日まずお詫びしないといけないんですけども、2つ同時開催は不可能ということが分かりました。1回ね、やっぱやってみないと分かんないなと思ってやってみたんですけど、無理だと思う。もう呼び出しとかもやらずに眺めるだけ、もう全てトナメルで完結して眺めるだけならできると思うんだけど、それはもうなんか大会ではない何かになってしまうから、ちょっと良くないなと思いました。なので、まあ一個一個やっていくのがいいかな。スイッチ版で大会やって、スチーム版で大会やって、PS4 版で大会やってっていう、三段活用方式ですよね。そうなのよ。だから名前と ID がみんなやっぱ違うから、かといってね、一緒にしてくれっていうとなかなか難しいですからね。で、まあ、実況の解説とかもちょっとしづらいので、まあ、この辺を課題にしていこうかなと思っております。